皆さんこんにちは。今回なんですけれども、リーガ・エスパニョーラの、シーズン前半戦をね、終えたところで、結出したイレブンということでですね、ちょっとお話していきたいと思っています。はい、リーガ前半戦終えたところで、ちょっとね、第19節終わっちゃいましたけれども、そのベストイレブンというか、結出したイレブンということで、それね、後ほど、理由をお話ししたいと思いますが、早速ですね、ゴールキーパーからですね、ご紹介していきたいと思います。ちなみにこれは僕が、森田が独断で選んだメンバーなんでね、これ見た後で皆さん、この選手いいな、良かったなとかですね、この選手入れてほしかったとかですね、いろいろあると思いますのでね、それはそれでまたコメントいただければと思います。では早速ゴールキーパーからいきたいと思います。はい、ゴールキーパー、はい、ルイ・シューバー、この選手を挙げたいと思います。グラナダのね、ゴールキーパーですけれども、グラナダが今シーズンはですね、昇格、一部昇格組なんですけれども、一時はね、首位に立つほどの活躍をね、見せています。ディエゴ・マルティネス監督の手腕もさることながらですね、非常にこうね、オーガナイズが整ったチームができているなという印象で、中でもね、このルイ・シューバーだったりとか、ドゥアルテ、ジェルマン、このあたりの選手の、ディフェンスラインのね、活躍といいますか、その、堅固な守備っていうのはね、一つこう、ディエゴ・マルティネス監督を支えている下地になっていると思いまして、アイトル・フェルナンデス、レバンテも入れたかったんですけども、アイトル・フェルナンデスに関しては、結構いろんな人が取り上げたりもしているので、そのあたり含めて、僕はルイ・シューバーが、個人的には好きだなっていうのもあるので、ルイ・シューバーにしました。はい。いきます。どんどんいきます。ディフェンスラインですね。左からいきましょう。左サイドバック。はい。レギロンです。レギロンね、セビージャに、レアル・マドリーから、レンタルでね、移籍しましたけれども、ジュレン・ロペテギ監督のもとでね、もうほぼ絶対的な、レギュラー、左サイドバックの選手となっていると、言っていると、いいと思います。で、レギロンに関しては、今、そのセビージャでやってれば、4-3-3の左サイドバックでプレイしているんですけれども、非常にこうね、躍動していると言いますか、本当にこう、疲れ知らずで、スタミナがあってアップダウンをいとわないですし、攻撃のところでは上がっていけば非常に、ね、いいクロスを上げてくれるっていうところで、左サイドバックはレギュロンに、しました。ここはね、本当ガヤ、バレンシアとかですね、オーサスのエストゥピニャンとかっていう選手入れたかったんですけれども、あえてレギュロン、にしました。続いてセンターバックですね、センターバック、左のセンターバック、この選手を上げたいと思います。はい、サリスですね、バジャドリ、ちょっとね、馴染みのない人もいるかもしれないんですけれども、結構その、アフリカ系の選手で、黒人の選手なんですけれども、左利きで非常にこうビルドアップの能力が高い、選手で、しかも1対1も強くて空中戦も強いっていうことで、僕はね、サリスを入れました。ちょっとね、こうユムティティの縮小版みたいなところがあって、まだまだ成長する可能性を感じさせますしね、これからが非常に楽しみな選手で、今シーズン終わった時に本当にね、こう、ビッグクラブまでいかないかもしれないんですけれども、バレンシア、セビージャ、ビジャリアル、あたりのチームが獲得に動いてもおかしくないなっていう選手でもありますので、ちょっと早めに、っていうのもあって、ハリスを左のセンターバックに入れました。そして、センターバック、もう一人、はい、この選手。もうこの選手はいろんな余地がないんではないかと思います。ディエゴ・カルロスですね。で、ディエゴ・カルロスに関しては、本音を言うと、左のセンターバックに入れたかったです。で、左のセンターバックに入れて、もっと言うと、クンデとね、セビージャで組んでるんで、ここちょっとタンデム的に、ピケとラングレーじゃないんですけど、この二人のセンターバックは非常にいいので、で、本当に左のセンターバックに入れたかったんですけれども、左には左利きを入れたかったので、サリスを入れて、右に、ジゴ・カルロス。で、ジゴ・カルロスちょっとね、最近セビージャだと、カリーソとセンターバック組んでて、右のセンターバックやってるんですけど、右のセンターバックだと、ちょっとパフォーマンス落ちるかな、みたいなところがあるんですが、ただね、トータルの能力を考えると非常にね、とてもクオリティが高い、センターバックの選手だと思いますし、やっぱりシーズン前半戦、本当にこう、ベストのセンターバックの一人だなっていうのはもう、多分ね、リーガーずっと見てる方だったら、思うところでもあると思いますので、右のセンターバック、ジエゴ・カルロスにしました。そして右のサイドバック、これはですね、はい、アンデル・カパ、アスレティック・ビルバオ、カパをですね、入れたいと思います。カパに関しては、
まあその攻撃力ですね。でアスレティックは今ねガイスカ・ガリターノ監督のもとで 4-2-3-1 をやっていて、サイドハーフとサイドバック、まあサイドバック上がっていくんですけれども、両サイドバックユリと、カバーですよね。で彼らがやっぱ上がっていった時にかなりこうワイドにね、ピッチを広く使うっていうところで、しかもね結構深い位置まで上がっていって、でカパに関してはまあアーリークロスでも深い位置に行ったクロスでも、マイナスのグランダのクロスとか、まあ、いろいろクロスの種類があって、それが、ね、どれも正確でですね、アスレティックでいうと、まあ、イニャキ・ウィリアムスとかラウル・ガルシアとか、まあ、いろんな選手が、ね、こう中央に飛び込んでくるんですが、まあ、アドリウスも、ね、ベンチにも控えてますけれども、いろんな選手に合わせられるっていうところ、意外とこう屈強な体をしてるんですけれども、クロスに関しては器用なところがあるので、そのクロスの種類とかも含めてアンドル・カパ入れました。まあ、ヘゼス・ナバスとかトリッピアとかね、あとグラナダのビクトリアスが非常にいい右サイドバックがいるんですが、僕としてはカパを押したいと思います。そして、どんどんいっちゃいます。中盤のところに入っていきたいと思います。アンカーですね。アンカーは、この選手。はい、フェルナンドです。セビージャにね、この選手で指定してきましたけれども、フェルナンドもね、非常にこう、ジエゴ・カルロス・クンデと一緒にね、そのセビージャのこう逆三角形といいますか、センターバック2枚と、アンカー、ここはやっぱりね、かなり安定してるので、セビージャ、それがね、好調の理由の一つだと僕は見ています。で、フェルナンドに関しては、セビージャで結構その3枚ビルドアップで最終ラインに落ちてきてとか、そのままそこに残って、一時的に3バックを形成して、まあ、守備のところで跳ね返すっていうところでも、かなりこうね、まあ、レアル・マドリードがカゼミロがやってるような役割を、まあ、移籍1年目のセビージャ、しかもね、ロペテギ監督、就任1年目の結構その、新しいチームで、それをね、やってるっていうところで、やっぱり、個人の能力が高いなというアンカーとして非常にいい選手だなということで、フェルナンドアンカーに欲しいなと思いまして、フェルナンドを入れました。そして、インサイドハーフですね。ここ結構迷ったよ。特に1個のポジション迷ったんですけども、まあ、この選手、あげます。はい、カンパーニャですね。レバンテ。で、ここのポジションは、本当こうね、まあ、チームメイトである、ロチーナとかですね。まあ、あるいは、バレンシアのパレホとか、レアル・ソシエダの、ミケル・ベリーノとか、そういった選手を入れようかなと思ったんですけれども、カンパーニャね、僕個人的に、これはちょっとシーズン前半戦の、今シーズンの前半戦のって言ってるんですけれども、でもこの数シーズンで、ね、非常にこう安定したパフォーマンスをずっと見せてきていて、今の、レバンテにおいて、パコ・ロペス監督のね、レバンテにおいて、その中盤のところで、カンパーニャ、ロッチーナ、まあ、バーディー、このあたりの選手はね、安定した試合運びをするのに欠かせない選手たちだと思っているので、カンパーニャ、こうに入れたいと思います。そして、右のインサイドハーフ、これはね、おそらく皆さん、かなりアグリしてくれると思うんですけれども、当然、はい、マルティン・ウーデゴール、レアル・ソシエダですね。で、レアル・マドリーからね、レンタルで、ソシエダに移籍してきているウーデゴールですけれども、本当にね、今、ソシエダで、まあ、もうリーガで一番輝いている選手と言っていいのではないかなと思います。で、今季終了時にマドリーに復帰するのか、で復帰して居場所を確保できるのかみたいなところも、非常に、ね、こう注目ポイントではあると思いますけれども、何よりもね、今レアル・ソシエダというねバスクのチームで非常にこうね、フィジカル的な能力が高い選手が多いチームの中で、彼はね、腕ゴールがクリエイティビティをね、担保している。で彼がいることによってレアル・ソシエダの攻撃がアクセントがついて、結構ね、サイドから攻めたりとか、まあ、バイタルエリア攻略したりとか、まあ、ポルトゥーで、オジャルサバル、リアン・ジョセ、って選手と連携しながら、相手のね、守備陣を攻略していくみたいなところ、やっぱり腕ゴールのね、パフォーマンスは非常に高いと思いますし、腕ゴールの力が大きいと思いますので、やはりここは腕ゴール入れたいと思います。さらに、行きたいと思います。ちょっとね、前線。まあ、いろいろね、いい選手いるんで迷ったんですけれども、まあ、左のウィングから行きましょう。左のウィング、アレックス・モレノ、ベティス。彼を挙げたいと思います。で、まあ、ベティスでは、今ちょっとベティス、ルビー監督のもとで361とかやってるんですけれども、そうするとね、こうウィングバックで出ることが多いんですが、
で、まあ、フォーバックでサイドバックもできるし、でも僕はウィングでプレイしても全く問題ない、もう本当にこう典型的なサイドアタッカーで、まあ、左利きのね、選手でスピードがあって、こう縦に抜けるっていうことに関しては、本当多分リーガでも随一、有数のアタッカーだと思うので、ちょっとアレックス・モレノを、入れたいなと思って、入れました。そしてそのね、ちょっと逆サイド行きましょう。右ウィングですね。ここは僕ね、フェラン・トーレスを入れたいと思います。で、フェランに関してはね、以前ちょっと取り上げたりもしたんですけれども、もうほんと純粋に、テクニックがあって、まあ、ドリブラーで、で、とこ縦にも突破できるし、横にも入っていって、相手の、ね、守備に穴を開けることもできる。で、緩急でも抜けるし、穴を縫っていくようなドリブルもできるということで、以前ね、ちょっとネイマールとイニエスタのいいところで、両取りしたような選手ですみたいなね、話をしたんですけれども、そういった意味でやっぱりバレンシア、今ね、セラディス監督のもとで 4-4-2 やってますが、そこではサイドハーフやってますけれどもね、まあ、非常にこう、攻撃力のある、攻撃の時にこう持ち味を発揮できるサイドアタッカー、ドリブラーということでね、やっぱりフェラントーレス、いるとね、かなり心強いなというところで、フェラントーレス、右のウィングに入れています。そして、最後ですね、センターフォワード。もうこれはですね、以前も語ったことあるんで、で、僕は結構この選手すごく、まあ、好きなんで、入れます。チミ・アビラ・アイ・オサスナです。で、アルゼンチン人の選手ですけれども、昨シーズンはね、ウエスカで、プレイしていました。で、昨シーズンのウエスカーでいうと、まあ、このね、チミン・アビラと、で、今、マジルカにいるクチョエルなんです。で、この2人がね、攻撃の中心だったんですけれども、でチミン・アビラに関しては、ウエスカーでもよかったんですけれども、まあ、オサスナに来て、こう、より輝いてるなっていうか、非常にこう、まあ、プレイスタイルがね、合っている。で、まあ、そのね、アラサデ監督のもとで、オサスナね、4-2-3-1 やってて、で、こう非常にこう、まあ、本当にこう戦えるチームで、ソリッドなチームで、まあ、臆病しないチームでもあるんですけれども、そこでやっぱりこう、センターフォワードに入っていて、そんなにね、こう、サイズはないんですけれども、まあ、センターフォワード、フォワードの選手としては、まあ、小柄なんですが、こうね、こう、パワーがあって、フィジカル強くて、速くて、で、スペースに出るのもうまいし、クロスに合わせるのもうまい。で、何よりやっぱ戦う選手、多分今リーガで一番戦える選手なんじゃないかなと思います。で、もう本当にチミアビラか、もうラウル・ガレシアかぐらいのところって、で、やっぱりあれだけ戦える選手が一番前のところにいてくれるとね、チームメイトとしてはもう安心してボールを預けられるというか、ボールを預けて、チミアビラにボールを当てれば、ちょっとね、コントロールミスとかしたとしても、技術的なミスが出たとしても、その後そのボールをマイボールにするために、本当に死ぬ気で行ってくれるっていうところがあって、で、そういう意味も、でもね、チミアビラ、まあ、オサスナでも非常にこう重要な選手になってますし、まだまだ伸びしろ感じる選手でもあるので、彼もちょっと次の夏に、今シーズン終わった時に、もしかしたら、もう少し上のクラブからね、が獲得に動くんじゃないかな、みたいなところもあるので、はい、チミアビラはね、センターフォワードに、据えたいと思います。はい、ですね、まあちょっとバーッと喋りましたけれども、まあこんな感じのね、イレブンになっています。で、まあ、4-3-3 でね、まあ一応組みましたけれども、まあこれも見て、皆さんもお気づきだと思うんですけれども、ちょっとね、バルセロナ、レアルマドリー、アトレティコマドリーの3強の選手っていうのはね、あえて、外しています。まあもちろんね、メッシだったり、ベンゼマだったりとか、オブラク、手足上げ、そのあたりの選手ですとか、まあね、今シーズン台頭してきてるフェデリコ・バルベルデとかね、まあ上げ始めると、かなり、そのイレブンを席巻することになるなと思ったのもあって、あとですね、まあスペインの、まあちょっとその上のチームの、まあ優勝争いに関してはね、今シーズンもおそらくバルサとマドリーガっていうところだと思うんですけれども、まあそれ以外のチームとか、欧州カップ戦出場権とか、まあ残留争いとかっていうところで、かなりキーポイントになってくるであろうプレイヤーをですね、まあこのタイミングで上げておいてですね、これからシーズン後半戦に向けて、誰がどう活躍して、どのチームがどこまで食い込んでいけるのかっていうところをですね、見ていくと面白いんじゃないかなと思って、今回ですね、この傑出したイレブンという形でですね、11人
に選ばせていただきました。はい、先ほども言いましたけれどもね、あ、まあ皆さんの中でもいろいろスペインの、ね、試合を見てきて、この選手がいいとかですね、あると思いますので、またそういうのはね、コメントとかくれたら嬉しいですし、こういった選手たち、まあ、またね、チームに注目して見ていくと、シーズン後半戦ラ・リーガがですね、より楽しめるんじゃないかなと思います。